僕の通う甲南学園大学には怪しい伝説がある。4号校舎の1階奥13番目の教室には薬草にまみれた変わり者の教授が住み着き、日々不思議な実験を繰り広げているという。教授の名は大石光太郎。そんな大石教授に目をつけられた僕たちは、活動停止中だった薬草同好会を復活させてしまう。第何代目かわからない会長になったのは僕、薬学部1年清水大輔。部員は超恋愛体質のお嬢様で料理上手な人文学部1年宮坂幸子。同じく人文学部の1年、底知れぬ知識を秘めた奥園智子。宮坂さんは彼女のことを魔女と呼ぶんだけど、僕から見たら違った意味で2人とも魔女だよね。そんな僕らが偶然に集まってから早数ヶ月、今日も大石教授の待つ部室のドアを開けてしまうのでした。世の中に人の来るこそうるさけれ、とはいうもののお前のことではなし。世の中に人の来るこそうれしけれ、とはいうもののお前のことではなし。もしもし。ああ、はい、そうです。ああ、すいません、お世話になります。ああ、すいません、午前中ちょっと留守にしちゃってたもんで。午後ですか？ああ、その時間だったらおりますよ。あ、はい、あ、じゃあよろしくお願いいたします。はい、失礼します。会長、昼飯はもう食ったのか？ええ、さっき売店でおにぎりを616円ほどがっつりと。またたくさん食べたね。今日だけっすよ。さあ、私は昼飯を何にしようかな。先生、もしかして風邪気味なんですか？ああ、いや、ちょっと食欲不振でね。でもおかしいな、顔色はいいのにな。先生に食欲不振なんて似合わないですよね。お前にだけはそのセリフは言われたくないぞ。さあ、昼飯何にしよっかな。先生も売店なんです？うん、そうだな。616円分のカップ麺でも買ってくるか。先生、616円はおにぎりの値段ですよ。今日、先生は食欲がないらしく、体
カップラーメンを2個もらったんだけど、なんか怪しいんだよね。僕らを騙そうとしてるみたい。宮坂さんとともちゃんは薬草園で先生を足止めしておいて、こっちは少し調べるから。会長、今日は冴えてたよね。なんか面白い男になってきたって感じ。ともちゃんも随分変わったんじゃない？ああ、もうそれはいい子なしだよ。あ、そういえばさ、昔先生の大人の策略にハマって稼ぎ身の大輔君が先に返されちゃったことあったよね。覚えてる。あの日はすき焼きだったんだ、うん、国産牛肉の。でも先生と一緒に二人は食べたから共犯なんだけどね。ああ、まあそれはそれ、悪いことは忘れよ。うん、大輔くんは気づいてないけど、今日はリベンジって感じかな。そうだね。で、それを知ってるのは私たちだけ。二人の戦いを特別リングサイド席で見てるって感じ。じゃあともちゃんはあれ取って先生のとこに行ってきて。うん、任しといて。じゃあね。じゃあね。今、先生のとこにリンゴの箱の届け物があるんだけど、明らかに怪しいんだよね。宮坂さんとともちゃんはわさびを準備しておいて。先生。うん。お、なんだ、みんな来てるのか。はい、さっきバラバラになったところです。そうか。うん。これちょうど食べ頃のがあったので、後で実習に使おうかなって。見せてごらん。あ、ほんとだ、確かに食べ頃だね。ところでこのわさび、どんな効能を持った薬草かわかるかい？食欲不振、それくらいしか。なんだ、奥園さんらしくないな。わさびには他にも効能があるんだよ。本当に知らないみたいだね。じゃあちょっと教えてあげようか。今日はわさびについてお話しいたします。この写真はアブラナ科植物のわさびです。日本特産で、産地の渓流などに自生する多年生草本で、古くから栽培されており、香辛料食品として珍重されてきた薬草山菜です。わさびの根茎をすりおろしたものは、日本料理の薬味としてお寿司、刺身、お茶漬け、お蕎麦などに使用されております。辛味成分のアリル、イソ、チオ、シアネートは殺菌効果があるので、生ものと一緒に食べると良いとされております。酒粕と刻んだ根茎を混ぜて漬け込んだわさび漬けは、酒のつまみやご飯の副菜として日本各地のわさび栽培地の名物となっております。わさびの辛みは、細胞内にあるシニグリンがすりおろす過程で細胞にある酵素ミロシナーゼと反応することにより生成されるアリル、イソ、チオ、シアネートであり、すりおろしの上手、下手が辛みの強さに影響してきます。すりおろす道具としては、酵素と触れなければ辛みが出てこないため、細胞を細かく破砕できるサメの皮で作られたおろし器で、人肌温度が良いと言われております。わさびの風味、辛みは気圧性のものが多いため、すりおろして時間を置くと風味を失ってしまいます。薬効効果としては、香辛料、芳香性牽引、食欲増進、防腐、殺菌、
鎮痛、リウマチ、神経痛などに期待できます。食欲増進にはすりおろして香辛料として用います。またリウマチ、神経痛には生の根茎をすりおろして布に薄く伸ばして患部に貼って10分くらいで取り去ります。という使い方もあるんだ、わさびには。はい、勉強になりました、うん、でも奥園さんがわさびを取ってくるとは意外だったな。そうですか、うん、これでも結構家では本わさびは使ってるんですよ。あ、そう、この間なんてお刺身に使った残りを刻んで海苔と合わせてピリ辛の和え物も作ったんです。そうするとご飯が美味しくて美味しくていくらでも食べれて。今日はよく喋るね。何かいいことでもあった？え、ですか？奥園さんがわさびを取ってきてくれたんだよ。うちもよく送ってもらいます。茎や花にも辛味成分があってさっと茹でて食べても美味しいんですよね。さすが料理にかけてはよく知ってるね。まだまだそれだけじゃないですよ。辛味成分をうまく引き出すには歯の鋭くないおろし器で細胞を潰すようにしておろすんです。そして根の先の部分じゃなくて歯の根元の方からのの字を書くようにしてゆっくりとおろすんです。ちゃんと家事を手伝ってる人のコメントだよね。素晴らしい。寒くなってきましたよね先生。ん？もう戻ってもいいですか？ああ、肌寒いんだったら、じゃあそろそろ戻ろうか。それお茶っ葉入れ替えた？うん、だからうまい。なんだ会長、ずっとここにいたのか？はい、ちょっと気になることがあって調べてました。何が気になったの？あのさ、右を向くっていうのと左を向くっていう反対の効能を持った薬草ってあると思う？矛盾を抱えてるわね。でもわかるかも。殺したいほど好き。例えばの話を。例えばの。怖いよ。で、会長、もったいぶらないで教えて。ともちゃん、大輔くんに慣れ慣れしい。そう言うと思って。ほら、今日二度目の虫だ。唐辛子？矛盾してるように見えるね、こう書いてあると。でしょ。あ、ここか。食欲不振と肥満。うん、この肩こり、神経痛、筋肉痛っていうのは辛味成分カプサイシンの働きによるものだね。カプサイシン調べます。うん。あ、先生、さっき荷物来たから受け取っておきました。あ、そう、ありがとう。リンゴね。どうやらリンゴいただいたみたいだな。少し置いて食べ頃になったらみんなで食べよう。はい。どうじゃん。はいはい、出たよ。カプサイシン、アルカロイドの中のカプサイシノイドという化合物の一つ。アルカロイドって？植物体に含まれる窒素を含む塩基性の有機化合物。何それ？植物から発見されることが多いんだけど、カフェインなんかもそう。じゃあそれ、アルカロイドの一つね。唐辛子の辛味の主成分、スコビル値における基準物質ってあります。スコビル値っていうのは唐辛子の辛さを測る単位のこと。まあよく世界一辛い唐辛子って売り文句を目にするけど、その裏付けになってる値のことだ。へえ。
スコビル値。ピーマンやししとうはゼロ、タバスコソースで2500から5000、ハバネロだと10万から35万だって。さすがハバネロ世界一。いや、ハバネロはもう抜かれてる。ハバネロより辛い品種は1、2、3、結構あるよ。どうしてそんな品種作るかな。さすがに食用専用じゃないでしょう。だよね。もし誰かが食べるって言ったら止めなきゃね。うん、成分を取り出すことが目的なら、辛ければ辛いほどたくさん抽出することができるってことじゃないかな。そういうことだね。カプサイシンっていうのは痛みを緩和する働きがあることから、医薬品としても使用されている。あ、それから君たちが最初に気にした食欲不振と肥満についてなんだけど。あ、どちらもカプサイシンの働きですよね。うん、まあでもそうは言われてるんだけどね。カプサイシンが脂肪を燃焼させたなんていう実験結果はないと思うんだよな。そうなんですか。うん、いや確かにカプサイシンで脂肪が減ったっていう実験結果はあったんだけど、それはあくまでもネズミの実験結果であって人のじゃない。そうなるとちょっと怪しくなってきますね。カプサイシンでダイエットってよく聞くもんね。うん、そう思ってた。じゃあ僕らは肥満に関する項目は外して覚えよう。うん、今の時点ではそれが賢明だろうな。まあただこれだけメタボリック症候群が叫ばれてる時代なんだ。もしもだよ、カプサイシンに限らず肥満防止につながる成分が身近な植物から入手できるなんて証明されれば、されれば大ニュースになる。なるほど、納得。もう夢がないな。あんたたち二人は物分かり良すぎ。仲も良すぎだけどね。食欲不振についてはどうなんですか。うん、唐辛子は口、食道、胃と通っていく。その時にカプサイシンが食道系の粘膜を刺激ながら通っていくと、刺激されて唾液や胃液が分泌される。そこで食欲が出てくるということだな。なんか歯切れ悪いっすね。いやだって辛いんだよ。辛いものが苦手な人にとってはさ、辛いものがドーンと出てきただけで見たくもないってならないか。そっか、個性が強すぎるからね唐辛子は。うん、資料の活字だけ見てたから見落としちゃったんだ。主役はあくまでも人ですもんね。そういうこと。あ、ご飯が炊けた匂いがする。よし、じゃあ痛みを緩和する外用薬を作ってみよう。うん、今日は私がやるよ。唐辛子の成分についてまとめてみたいと思います。唐辛子に含まれる主な成分、辛味成分、カプサイシン、カロチノイド、カプサンチン、ベータカロテン、ルテイン、クリプトキサンテンなどです。薬効は肩こり、神経痛、筋肉痛、食欲不振です。唐辛子で外用薬を作ってみよう。使用法、肩こり、神経痛、筋肉痛には、粉末にした唐辛子をご飯に混ぜて練ったものをガーゼなどに塗って患部に貼る。このご飯の中に唐辛子の粉末を入れてこねると。どう、ともちゃん。口の中が大爆発しそうになってる。そんなに？そんなに唐辛子入れる？分量書いてなかったの？うん、見つけられなかった。よし、じゃあ見てみる。本当だ、分量書いてないね。うわ、びっしり書いてある。さすがだな。ん？
じゃ遠慮なく。いただきます。お前大物だな。うまい。なんだこれ、甘い、渋くない。へー、緑茶が大好きなんすよ自分。茶筒を開けたら高級な香りがしたので、少しお湯を冷ましてからちゃんと入れてみただけです。そうなんだ、へえ。奥園さんやるね。なんか寒くないですか。そう、風邪じゃない？なんかいつもより声乾燥した感じだし。風邪？でも今日食欲なくなったんだよね。あ、だから。なんかそうみたい。決まりね。じゃあお先に失礼します。はい、じゃあね。でも僕豆もちも好きなんですよ。わかる、豆もちはうまい。あれ一番うまい。うまい。今度豆もちも。ああ、そんなに豆もちが好きなら今度作ってきてあげるから、話を元に戻してください。あ、いや、すまんすまんすまん。どう？どんな感じ？熱い。でもこれご飯が熱いんじゃないの？熱すぎたかな。これじゃどっちが作用して熱いんだかわかんないよ。ごめん。しょうがねえな。奥園さんもそうなんだ、やっぱりね。ああ笑ってるよ。先生、今日は実習失敗しちゃったみたい。そんなことあるか、ちゃんと見てたんだから。後で貼ったところ剥がしてみな。貼ってたところがじんじん熱くなってるから。はい。ところで先生、今日僕はこんなものを持ってるんですよ。なんだそれ。とぼけちゃって。リンゴって箱だけでしょ、中身はおそばなんですよね。送り主が手打ちそばセンターって書いてあるし。いやいや、あの隠すつもりはなかったんだよ。後でみんなでちゃんと食べようと思ってたんだから。はい、それも分かってますよ。じゃあ会長がジンジンするの待つ間に茹でますか。そう来なくっちゃっすよ。宮坂さん一緒に作ろう。え、何ぼーっとしてんの。お蕎麦一緒に作ろうよ。うん、負けてらんないもんね。ともちゃんテーブル拭いといて。うん、分かった。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。おお、だんだんジンジンしてきたかも。じゃあ先生、おそばどうぞ。ありがとう。じゃあいただきます。やったな。先生が優しい時には気をつけろってね。あ、大輔くんを満腹にしておく作戦失敗しちゃいましたね。そんな言い方は失礼だよ。先生は食欲不振だったんだからね。先生の体調を心配して会長自ら先生のそばつゆの中に大量の唐辛子を入れたっていうことです。食欲不振のカプサイシン。どうりで辛いわけだよ。そして私たちはこのわさびでいただいております。わさびの効能も食欲不振だから僕たっぷり食えそう。それでわざわざ薬草園から取ってきたのか。はい、ごめんなさい。そもそもな、先人の知恵を研究しようかというこの薬草同好会のメンバーがまず目の前の先人に対してそういう態度を取るのはいかが。先人の知恵というならこの場合も役立てていますよ。一
いたずらをいたずらでやり返すほど愉快ないたずらはない。これはシェイクスピアの教えです。マインド。さすがともちゃん。それにしてもうまいね。うん、おいしい。一年も経たずに手ごわくなったもんだね。そんな僕らはあと3年は先生と一緒ですから。まだまだ辛い日々が続くってことか。すこびる値が高すぎるよ。嬉しいくせに。嬉しいと思うか。本当に嬉しいと思うか、はい、じゃあお前これで食ってみろ。ああ、いやどうぞ先生、僕ありますから。残念だったな、ね、この中にはな単位が4単位分入ってたんだけどな。美味しいお蕎麦だったな。お蕎麦久しぶり。美味しかったね。うん、それに先生の顔やられそうって顔してた。今日は大輔くんの勝ちかな。うん、会長初勝利じゃない。確かそうだね。いつもやられてたし。でも会長頑張ってるよ。うん、そうだ、一昨日もね部室に泊まってたみたいだよ。ここのところ徹夜ばっかり続いてて本気なんだな。私たち全然ついていけなくなっちゃうよ。たまんないな、負けてらんない。そうなの、負けてらんないの。どうしたの。奥園さん。何改まって。明日ちょっと時間作ってくれない。どうしてもあなたと話し合っておきたいことがあるの。食欲不振にはわさびと唐辛子。わさびは生ものや冷たいもの。唐辛子は加熱しても辛みが変化しないので熱い料理にも使える。これを覚えておくだけで僕はこの先もまだまだ頑張れるな。だって生きていく基本は食べることだからね。そういえば宮坂さんは人の基本は愛ですって言うんだよね。それもいいよね、彼女らしくて好きだな。とりあえず今日のところは3人それぞれの基本が乱れないで済む薬草が欲しいです。